アラスカ地区は1884年5月17日から1912年8月24日までの間アメリカ合衆国政府が使用したアラスカの名称である。なおアラスカはアラスカ購入から1884年まではアラスカ県と呼ばれていた。そしてアラスカ地区は1912年にアラスカ巡州と名称を変えた。アラスカがアラスカ県であった時代は アラスカには自治政府が存在しておらず、アメリカ合衆国陸軍、アメリカ合衆国財務省、アメリカ合衆国海軍と様々な組織がアラスカ県を管轄に置いてきた。しかし1884年にアラスカ地区となった時点でアラスカは初めて独自の政府を持った。クロンダイクゴールドラッシュの頃のチルクートトレイルを登る最高者。1896年に 有根地方のクロンダイクで金が発見されたことは、アメリカ合衆国の国民の注目を、自国の北方領地に向けさせた。しかし、この当時アラスカ地区においてはまだ大きな金鉱は、見つかっておらず、このため金の再興を行って一山当てようと、多くの再興希望者が山を越えて、クロンダイクを目指した。当時、二つの有力なルートが存在した。一つ目は、まず船で、 アラスカ南東部のダイアへ渡り、そこから先住民が古くから使用してきたチルクートトレールで山越えをしてクロンダイクへ向かうルート。もう一つは、まず船でアラスカ南東部のスカグウェイに渡り、そこからデッドホーストレールとも呼ばれたホワイト峠から山越えをしてクロンダイクへ向かうルートである。これらのうちチルクートトレールはより短い道のりだが険しい道であり、これに対して ホワイト峠は多少長い道のりだが幾分なだらかな道であった。ただ、このホワイト峠とこの峠道の起点だったスカグウェイには悪名高いソーピースミスが決断して率いていた山賊が抜古するという深刻な犯罪問題があった。ともあれ、アラスカ地区は有根地方へと向かうアメリカが州国国民の拠点となった。金を洗うアラスカの最高者。 ただし、撮影されたのはすでにアラスカ巡州となっていた1916年。金を抽出するアラスカの最高者。ただし、撮影されたのはすでにアラスカ巡州となっていた1916年。クロンダイクでの採掘で一山当てられなかったものの、多くはアラスカ地区にも金はないかを探しに、アラスカ地区へと戻った。まず、アラスカ南東部のジュノで、 最初の敷屈が行われた。各地で敷屈が行われる中で、1899年にアラスカ西部のノームで金鉱が見つかった。その後も敷屈は行われ、1902年7月には金の敷屈を行っていたフェリックスペドロによって、アラスカ中部に大きな金鉱が見つけられた。間もなくフェリックスペドロが前哨基地として使用していた場所には町ができ、 この入植地は、アメリカ合衆国の上院議員だった人物にちなんで、フェアバンクスと名付けられた。フェアバンクスは、ユーコン川の流域だが、ユーコン川の支流の中には、アラスカ山脈方向から流れ降ってくる河川も存在し、さらに山脈の反対側に流れ降りるユーコン川とは別の河川も存在している。この川筋を利用したは大いに活用された。最終的に、 カナナ最高地区は金の一大生産地となる。このため、フェアバンクスからアラスカ南部に存在する港町のバルディーズなどへは、先日の川筋にほぼ並行するような道路が建設された。またアラスカは今日でもまだアメリカ合衆国本土の48州と鉄道で結ばれていないにもかかわらず、1902年にはアラスカ鉄道が着工した。なお、すでに、 アラスカ巡州になってからの話だが、1914年までには、フェアバンクスからアラスカ山脈を横断して、アンカレッジを経由して、アラスカ南部の機内半島のスワードまでが鉄道で結ばれた。このほか、1907年には、ルビークリークでも均衡が見つかり、1910年には、さらに大規模に再興が行われ、ルビーの町が形成された。 1911年にはもともとテント村であったルビーの町は加工都市へ成長し劇場、店舗、カフェを持つに至った。このように近郊が見つかると人が集まってくるので実際に再興を行う以外にも様々なビジネスが可能であった。なお、これもすでにアラスカ巡州になってからの話だが1917年までのルビーの町の絶頂期には ルビーの南の谷は87万5千ドルの価値の金を算出した。アラスカでは金以外にも白金などの貴金属や純貴金属が採掘された。とりわけ銅は大規模に採掘された。1910年、ランゲル産地のケニコットで銅鉱山が創業を開始した。ここでは59万1535トン以上の銅鉱石を地中から採掘し、 最高のピーク時には800名以上の労働者が雇用されていた。そして、ここの銅鉱石は鉄道で港町の高度ド場に運ばれるようになり、高度ド場から銅鉱石が運び出されていった。なお、ケニコットは現在では廃村となってしまっていて、また、この鉄道も廃線となってしまっている。ちなみに、漁業の不死で開設されているようにアラスカで、 商業的な漁業が成り立ったことで、同鉱石の枯渇によってケニコットは廃村、さらに鉄道も廃線となったのにもかかわらず、その鉱石を港から積み出していったコード場は漁業によって廃村を免れている。たラとハリ場を捕まえるアラスカの漁船。1900年頃に撮影。アラスカの沿岸部などでは伝統的に漁業が営まれてきた。この漁業は、 アラスカでの一大産業となってゆく。当初は、せいぜい地元で消費する分を漁獲する程度であった。しかし、特に缶詰の製造が始められると、アラスカに住む多くの人が漁業と水産物の加工によって、生計を立てるようになった。缶詰にすれば保存が効くので、消費地への輸送が要因になったため、大量に漁獲して大量に加工して、 消費地へ輸送するというビジネスが成り立つようになった。つまり、商業的な漁業が始まったのである。1878年、実業家がアラスカで最初の2つの缶詰工場をクラボック都市とかに建設した。1883年、北極パック会社はアラスカ南西部のヌシャガク湾に缶詰工場を創設し、 そこで彼らはおびただしい数の川を遡上する鮭の群れを使うことができた。2年後、アラスカ缶詰会社は湾の対岸にも缶詰工場を開業し、さらには1908年までに10の缶詰工場がヌシャガク湾を取り囲むように創業を始めた。このように川に向かってくる鮭の漁獲以外にも、アリューシャン列島付近では1900年頃までには商業的漁業が確立されていた。 これも、やはり缶詰工場がタラやニシンを使用漬けにしていたために可能となったことである。食用にした魚の他にも、包装紙などに使う油を得るために商業捕鯨が行われた。捕鯨も、もともと先住民が伝統的に行ってきたことであったが、それはクジラを絶滅の危機に追い込むようなことはなかった。しかし、この商業捕鯨では、クジラの乱獲が行われ、 北極クジラを絶滅寸前まで追い込んでしまった。沿岸部ではオットセイとラッコなどが乱獲された。アメリカ人はアラスカの奥地や北極圏にまで立ち入り、毛皮獣などが乱獲された。先住民はもともと捕鯨を含む漁業、そして狩猟を行って生活してきた。しかし、アメリカ人が至るところで乱獲を行ったために、先住民は食料が得られなくなった。 さらに先住民は、例えば、オットセイとラッコの毛皮をボートの船底として使っていたので、水上での漁ができなくなってしまった。その他、防寒具などにも毛皮は欠かせない。つまり、先住民はアメリカ人によって、食料だけではなく、生活必需品も奪われてしまったのである。当然、これによって、先住民は危機に陥った。 カナダにおいて、有根巡州が設立されたのは、2年後の1898年で、あるため、有根地方と表記してある。ただし、近年は、商業捕鯨が減少したために、北極クジラの頭数は、先住民が捕鯨頭数を気にせずに、毎年捕鯨できるまでに回復した。ありがとうございます。